危ない。スマホを操作しながら前方確認。この魔法の秘密はこの後すぐ。ライコンインターナショナルジャパンのフロントビューア機能付きスマートフォンケースフリックをご紹介します。スマートフォンに集中していると視界が狭くなり、周囲の状況がつかみづらいものです。そんな時に役に立つのがこちらのスマートフォンケース。 iPhone5、 iPhone5S に対応するスマートフォンケースフリックは、背面に動く反射鏡を搭載。この反射鏡と専用アプリによってスマートフォンを操作している人の前の映像を画面に表示することができちゃいます。早速この魔法の機能をご紹介しましょう。フリックの前方確認機能は専用のアプリによって利用できます。専用のアプリはブラウザや地図など使用頻度の高い機能を使うことができます。前方確認映像の表示方法は2種類。まずは鮮明な映像を小さく表示する小窓表示。2本の指で小窓をタッチすれば画面内を自由に動かすことができちゃいます。次に半透明の映像を画面に大きく表示する拡大表示。画面の透明度は細かく調整することができます。冒頭のシーンで前から飛んでくるボールを避けることができたのも、もちろんフリックを装着していたから。ボールが前から飛んでくるなんてシチュエーションはなかなかありませんが、もっと前方を注意していればよかったという、こんなシチュエーションで使うことができます。例えばビジネスシーンで使うことが多い地図アプリ。人通りの多いところで立ち止まって地図を見ていると、前から歩いてきた人にぶつかる危険がありますよね。そんな時もフリックなら立ち止まって地図アプリを見ていても前から歩いてくる人を華麗に避けることができます。今のままでも十分便利なフリックですが、8月の下旬にはアプリの大型アップデートを予定しています。こちらが現在のアプリ画面、そしてこちらがアップデート後のアプリ画面。インターフェースがスリムになり、より大きな画面で前方を確認できるようになりました。さらにテキスト入力の際に文字の色を変更することができるようになり、どんな場所でも見やすく文字を表示することができます。秋の iOS8 登場後はさらなる進化を予定しているフリック。ただのユニークなアイテムとしてではなく、実用性を兼ね備えた頼れるスマートフォンのパートナーとして活用することができます。